大魔女の叩きのスープカレー屋行ってきます。すいません。でもこれ一人じゃ量あるでしょ、いっぱい。結構ボリュームはあります。一人だと食べられなさそう、食べきれなさそう。一人で男性の方でしょ、食べられる。ライスの量少なめにしたりとかも。あ、本当？俺辛いのが本当ダメだから。辛くない、辛さが全くないものも多かった。じゃあ限定10食でさ、ちょっと小言のぐらいさ、今日さ、大魔女が佐々木さんの奥さんっているんだ。今日は来てない。普段は、普段も来てない。大体仙台でしょ。大体たまに来るぐらい。時々でも仙台の方がいること多いですよ、多分。そうです。ぶっちゃけマジに来たことあるんだ。マジに佐々木、あ、佐々木さんもたまに来るんですか。たまに、はい、ぶっちゃけ最後にしゃべるいつですか。去年、競馬やってる時間によく。今ほら、あの競馬の雪、あの雪像が立ってるじゃないですか。はい、あれ佐々木さんの馬のあれとは関係ないですか、雪像は。ちょっとわかんない。そうなんだ。あ、じゃあその競馬の関係で札幌でなんか競馬の大会があると来るって方。その時にここ大体呼びますね。ここやって食べ、結構ずっとファンとかみんな、周りのお客さんとか、ほら偶然その時一緒にあのお店にいたお客さんとか、わーって寄ったりしないですか。あんまり寄ったりしない。あんまり寄らないです。ただ握手してください、握手してくださいぐらいの感じで、あれ佐々木さんだよねみたいな感じで。そうそうそう、やっぱそうなんだ。あー、そっかそっか。自分野球がすっごい好きなんで。そうなんです。で、仙台の方に行った時に、その仙台の人から、知り合いからあのこのかなこのスープカレー聞いたんですよ。でその時ちょっと時間がなきゃいけなかったので行きたかったけど、で札幌にあるんで、ほら僕雪祭りで来るから、じゃあちょっと初めて行こうと思って初めてかなこに会って初めて来ました。じゃあ、 あの特製エビスープカレーで、辛さなしで、辛さなしで、僕辛いの本当ダメなんで。辛さの量は普通か減らします。いや普通の、はい、お願いします。はい、だって、魔人たまに来るんだ。大魔人佐々木、会いたいな、奥さんと。はい、ではいただきます。
ったりするから。いやとても美味しかったし、お店の店員の対応とかめちゃくちゃ愛想良かったんで、ぜひ次札幌に来たらこのお店おすすめします。ちなみに毎年21日はマジで佐々木の世話が毎年、毎月22日は、大魔神佐々木さんの背番号ということで、毎月22日は大魔神デー、特別メニューが誕生します。ちなみにこの大魔神デーっていうのは、仙台の店舗とか、他の店舗にはないこの札幌のここの店舗のみなので、ぜひ、皆さん仙台のここの支店の方ね、支店の方に行かれてる方ね、お間違いのないように、ぜひね札幌に来たらこちらの魔神デーね、ぜひ、おすすめしますよ。このかなこのスープカレーね。そしてね、年に1回は、佐々木さんね、あの横浜のね大魔神来るみたいなんで、まあね、運が良かったらね大魔神佐々木にお会いできますよ。ではさようなら。